桑田。9試合ぶりに花も復帰して臨んだ今日の試合、桑田は3回亀山にスリーランを打たれる苦しい立ち上がりです。なんとしても桑田に勝たせたい巨人はその裏、尾形がスリーランホームラン、3対3の同点に追いつきます。しかし桑田は4回ピッチャーの湯船に犠牲フライを打たれ、またも阪神に勝ち越されます。ところが好調の巨人打線はその裏、西岡が逆転の2点タイムリーツーベース、エース桑田を強力に援護します。これで点を取られたらエースじゃないと5回のノーアウト満塁も切り抜け、勝ち投手のチェンジも支柱に入れた桑田、6回も簡単にツーアウトを取ってバッターは和田、センター前ヒット、ここで2番久慈にフォアボール、亀山にもフォアボールと突然コントロールを乱し、マウンドを広田に譲ります。ツーアウト満塁、バッターパチョレス、抑えるか広田、見つめる桑田。東京ドームを突然の雷雨が襲った6球目。抜けた、走者一掃の逆転タイムリーツーベース。阪神が劇的な逆転勝利で連敗をストップ。巨人はまたも桑田が連勝を止めてしまいました。